アメリカ合衆国の俳優、トム・ヌーナンとしてクレジットされることもある。1914年生まれの俳優、ジョンアイアランドはイフ系。兄のジョン・アイアランドと共に舞台俳優として活動を始めるが、第二次世界大戦中は海軍に入り、キャリアを中断する。除隊後、短い期間ブロードウェイで活動した後に、RKO と契約してハリウッドに移る。 その時にはすでにアニジョンは映画俳優として名を知られるようになっていた。コメディ映画などでは起役を務める一方、1950年代にはアニジョンの妻で女優のジョアンドルーの弟、ピーター・マーシャルとコメディコンビ、ヌーナンマーシャルを結成し、テレビで活動するようになる。その一方で映画俳優としてのキャリアも充実し、紳士は金髪がお好きでは、 マリリン・モンローのまぬけな恋人をコミカルに演じ、また、スター誕生では、ジュディ・ガーランドの親友のピアノ弾きをシリアスに演じるなど、高い評価を得る。1960年くらいから、脚本、監督、制作にも携わるようになるが、1968年に、悪性の脳腫瘍により、46歳の若さで亡くなる。47歳の誕生日の5日前だった。 1947年5月に女優のルシール・バーンズと結婚に死を設けるが1952年に離婚。同年4月26日にキャロル・ラングレーと再婚し4子を設ける。ありがとうございます。